立浪監督、自分の形を作ってくれればいい。昨年も吉野部フォームに挑戦したが、キャンプ途中に封印。だが今年は何をすればいいのか分かっているつもり。と修正に取り組む立浪監督も、本人が考えてやっている課題と向き合い、自分の形を作ってくれればいいと見守る方針。昨季はリーグ2位の145奪三振をマークするなど成長を遂げてきた右腕。ただこの日のような投球が続くようならば、フォーム再考が求められるかもしれない。ドライチって割と性格難が出やすいイメージがある。野球のことはほんまに知らんねんけど、この高橋宏斗って選手がその吉野部フォームにするってことは、高橋由伸になるってことちゃうの？立浪さん優しいから好き。まあ本人納得するまでやらせんと、毎年同じことするやろし。まだ山本諦めてなかったのか。 Z 世代の代表格みたいな狂気を感じる。去年諦めさせられたのにまたやりだすって、こだわり強い選手って失敗するイメージしかないわ。当の都合にならんとええけど、真似すればその人と同じようになれると思ってたら大間違いだよな。監督としては結果出れば何でもいいやろうな。去年は WBC で納得させられたけど、今年も同じようにやらかしてる以上、結果で納得させるしかないんやろな。ご視聴ありがとうございました。